私はライセービングをやっていて、日本代表の選手を94年から、2004年まで、経験させていただいて、一応その間の日本の 国内での大会は、自分の得意としている種目ではちょっと優勝していたような感じでした。もう選手で終わるための選手でいたつもりはなかったので、やっぱその次の自分の生きていく道というかキャリアをやっぱりその選手の間にちゃんと蓄えておきたいなっていう感覚でずっと選手をやっていたので、当然そこで終わらない、それを次につなげていくっていうところから、たまたまお声をかけていただけたっていう、その幸運が重なって、代表関連の強化にずっと携わることがその後から2005年からできた。やっぱり人それぞれの感覚とか体の、なんていうんですかね、もちろん骨格もみんな違ければ、その力の出す時の考えてるポイントとかも違うし、みんなそれぞれ違うから、自分の感覚で何かを伝えてもその人には伝わらないなっていうのをすごくやっぱりその現場で伝えた時に感じました。だからはいはいって言ってても全然違うことやってたりとか、この感覚ってわかんないやつだ。わかんない、あ、それって私こういう独特なものだったんだとか、そういうのってすごくやっぱり人に伝えることによって得られるから、あ、すごいみんな違うんだなっていうのを改めて実感したって感じ。なるほど。私が監督になったのが2017年なんですけど、まあそのタイミングで桑井さんにはもう絶対に関わってもらおうって前から決めてたから、すぐに桑井さんにお願いをして、その代表強化の現場に何度かこう来てもらうようなことがあったんですけど、そういう中で競泳のチームでも、この棒を使ってやってるんだよっていうのを教えてもらって、でそういったものを現場でこう取り入れるようになって、結構選手も気に入って遠征に、その当時はまだナシスティックがなかった、伸縮性のあるような棒を遠征に持って行ってプールサイドでやったりとかっていうことはもうその十何年の頃からやってたんですよ。で、そういった中でアスティックっていうものを開発しているんだって話もちょっと聞いたりとかしてっていうところですね。はい、やっぱり私もね、棒を使ったストレッチっていうのはたまにアシスティックに出会う以前からやってたんですけど、やっぱちょうどいい長さがないっていうのと、こうやって押し込んで使うことができないっていうのはいろいろ感じていて、あと太さもいまいち心もとないような、そういうそこの園芸用の棒だと細すぎちゃってしなっちゃったりとか折れちゃうんじゃないかって恐怖があったりとか、いろいろそういう棒は棒だけどもいろいろだよなっていうのは感じてる中で、あ、こんなにちょうどよく使えるものがあるんだなって。私が指導している方は割と年齢的に若くない方が多いので、かなり体が固まってきちゃってる人が多いんですよね。でやっぱり水泳ってすごく柔軟性みたいなものがすごくそのパフォーマンスに直結するようなスポーツなので、皆さん本当にこうストイックというか、もうだってすごいこうなんですよ。だから水泳ももう自分で出されたメニューを考えた自分の動きで適当にピンクを上げながらなんとかやれちゃう人たちだから、メタメタな泳ぎがこう身についてて、当然なんか可動域も別に広くする必要もなければみたいな中でやってきてるから、私が携わり始めて2年なんですよ、ちょうど、はい、最初は本当にそういうやつがとんでもないって感じで、本当にみたいな、こういう感じ本当にで、だけど変わるんですよ、うん、もう年だもんなとか、確かに接待化するとかっていう問題はあるかもしれないんですけど、でもそうじゃなくて、やっぱり健康で普段から動かしてる人たちっていうのはやっていけば絶対答えは出るっていうか、体って反応してくるんだなっていうのは皆さんを見ててすごく感じたので、こんな使い方、こんなとこ伸ばせるんだみたいな声が一番多かったかな。やっぱりその肩がこういうここみたいな、ここ自分じゃできないよねとかっていうと、すっごい気持ちいい。
電話の柔らかい人を増やす。絶対その方が楽に泳げるし、怪我も減るし、体柔らかくて越したことはないと思ってるので、うん、あれをこのスタジオは証明してくれてるし。